様、お疲れ様です。パーソナリティのさくらです。今回は、日本と朝鮮のお城について取り上げていきたいと思います。ためになったと思った人は、チャンネル登録していただけると幸せです。慶国のネット掲示板では、日本 VS 朝鮮の城をテーマによく議論されています。その中でも、今回は、朝鮮の城は、なぜ日本に比べてみすぼらしく見えるのか、というスレッドが立っていたので、そちらを紹介していきます。日本の城から見てみようと思う。写真は大阪城である。華やかな天守閣が一級品である。水が流れる堀まであって、天下の要塞と評価されている。次に、朝鮮の城を見てみよう。朝鮮のハニャンを守った、ハニャント城である。日本の大阪城と比較すると、粗末で、城壁の規模も小さく、土城として、その役割を果たしていたのだろうかと疑問に思ってしまう。では、なぜ朝鮮と日本では、このように、城に大きな違いがあるのか？その理由は概念にある。日本の城は、周囲は町で囲まれており、そこは城下町と呼ばれている。つまり、都市を保護するのではなく、大名や将軍が住んでいる天守閣を守るという概念である。それに対して、朝鮮は、都市全体を防御するというのが、城の概念になる。ハニャント城は、現存する都城の中で、世界で最も城郭が長い都城である。東ローマ帝国のコンスタンティノープルの城郭が、5.5km だったのに比べて、ハニャント城の城郭は 18km というのだから、本当にすごい規模であることがわかる。しかし、ハニャント城は、都城として、その役割を果たしてはいなかった。では、それはなぜなのか？朝鮮時代のハニャンは、現在のソウルに比べると規模が小さい。今のチョンノク、チュンク一帯が朝鮮時代のハニャンである。規模は小さいのに、城郭の長さは 18km とかなり長い。そのため、ハニャント城をまともな守城として機能させるには、少なくとも3万人は必要であった。そこで、朝鮮の朝廷で考えたのは、3万人で隔離された状態で城を守るぐらいならいっそ、女真族は犠牲府で、外敵は、ハンガンで防衛線を築いて防いだり、ソンナムやハナムなどで防ぐという戦略を立てた。これは、すべての防衛線が突破された場合の、最後の戦略である。しかし、人心和乱の時を考えると、逃げることに忙しくて、全く守ることができなかったという。これを機に、首都防衛のため、朝鮮政府は、首都防衛司令部を設置した。孫女の時代に、フルヨントガム、院女の時代には、王室の警備を担当するオヨンチョン、グミヨンを設置。そして、ナムハンサンソンとキョンギド一帯の防衛を担当したソーチョンとチョンヨンチョンを置いた。しかし、イガルの乱、デイボーク乱、ヘイシコ乱の時、これといった効果を上げられずに首都は陥落した。実に残念な歴史である。スレ主の投稿は以上になります。技術力の違いもあるのかもしれませんが、当時の朝鮮には、巨大建造物を作るための木材も石材も、日本に比べ不足していたのだから、仕方がないと思いますけどね。それに加え、大阪城が作られた1583年、大阪の人口は10万人ほどいたとされ、あまりにも規模が違いすぎて、当時のソウルと比べられても困ってしまいますね。朝鮮には、日本とは違った朝鮮の戦い方や、生き残り方があったと思います。日本の真似ばっかりして、それを自国のもののように訴える現在の警告人より、よっぽど現実を理解しているような気がします。それでは、このスレ主の投稿に対して、警告ネットユーザーから、様々なコメントが寄せられていましたので、一部紹介いたします。歴史ギャラリー民が、
なぜ日本を称賛するのか。歴史を知れば知るほど、教科書とは違って、渓谷の先祖たちが、クソのように思えてくるからだ。ドイツの城はかっこいいけど、日本の城はダサい。たまに、日本信者が、姫路城や大阪城を称賛しているけど、狂っているとしか思えないね。我々は、昔から中央集権国家だったのに対して、日本は、地方の大名の権力が強かったからではないのか？朝鮮では、あえて、城を築いてまで防御する必要がなかったのだろう。そもそも、最初から、この二つを比較するのは間違っているよ。大阪城の城は、キャッスルの意味で、ハニャント城の城は、フォートレス、大規模な要塞を意味している。二つとも城と呼ばれるからといって、同じものだと比較するのは良くない。かっこいいと称賛する日本の城は、明治維新以降に再建されたもので、日本は災害や地震が多くて、絶対に原型保存ができない。伊勢神宮などの木造建築物のような場合は、20年ごとに壊して新築する。日本の戦国時代の城が素敵なのではなく、後世の日本人が美化したのだ。子孫のおかげで、暗殺者だった忍者も美化されるのが日本である。まともに防衛できないのに、なぜ作ったのか。国力の浪費は評価しない。ファソン、李氏朝鮮時代の城塞遺跡に行けばわかるけど、事実上、軍事目的の城ではない。建物の配置もそうだし、城壁があまりにも低い。三国時代だけを習って、日本が、朝鮮よりも文化水準が低かったと言っている奴がいるが、朝鮮中期から、日本が、自国の文化を育成してからは、むしろ、日本の方が朝鮮より、はるかに、文化、科学技術が発達した。続いて、日本人の声も、いくつか紹介いたします。そうやって、ずっと日本と比べてるから逆に進歩しないんだよ。比べてるってことは、渓谷人にとって勝つか負けるかなんでしょ？そんなことばっかりしてたら、健全な精神が育たないよ。城郭 18km だって。守る人員も足りないのに、側だけは大きいな。これって、現在の軍備も同じことをやってるよね。なぜか、海軍に力を入れてるし、最新のものを買いたがるけど、ほとんど使えなくしちゃったり。朝鮮の城郭も趣あると思うんだけど、これをみすぼらしいとか言ってるから歴史が残んないんだよ。日本の建築物は、石造りの建物と違い、建築材の特性上、例えば瓦は吹き替えるだろうし、まるまる過去のまま残っていないのだろうが、それを馬鹿にするのは愚かなことだな。素晴らしいのは、建物を維持するために技術を継承していること。図面や資料が残っているものもあるし、古材をはじめ、昔のままの材料や建築方法に基づいて修理、修復され、今も過去と同じ状態を維持している。解体して再度組み上げることで継承される技術もある。城にしても街づくりにしても、すべてにおいて、様々な知識と工夫が凝縮されていて、そこから学んで、後世に受け継がれていきます。この知識と工夫の連鎖がある国とない国では、大きな差が生まれてしまうんでしょうね。今年2月に、中央日報によると、渓谷の精神を世界に見せるという趣旨の、国楽や幅広いジャンルの音楽を組み合わせたいわゆる朝鮮ポップを披露する音楽番組で、舞台の背景イメージに日本風の建築物が登場したことが話題になっていました。世界に、ケーフン、バンソリのリズムブームを巻き起こしたバンド、イナルチの公演途中、竜宮を表現するために、背景に日本のお城が使われたようです。渓谷のネット上では、この城のイメージをめぐり、大阪城や姫路城のような日本の城ではないかという疑惑が提起されたといいます。渓谷ネットユーザーは、誰がどう見ても我が国の城ではないが、日本の城を背景に使う神経が全くわからない、
大天守閣と小天守閣で構成された和城の姿で、姫路城スタイルだ。朝鮮ポップだと紹介しておきながら、背景を日本様式建築物にするのが非常識などと、批判の声が殺到していました。ひどい話ですね。自分たちで自国の城を否定しているみたいなもんですね。本当なぜ、そこまで見た目にこだわるのですかね。遺跡は人が生きた証が大切であると思います。日本ばかりを見て比較し合っていては、何も前には進まないような気がします。いかがだったでしょうか？よければ、コメントで感想を教えていただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。